じゃあこのオーダーは、はい、のテーマは日本シリーズ、日本シリーズ DH 使いました。はい、はい、一番は神里、もうリードオフマンとしてとにかく塁に出てほしいです。なんだろう、前半首位打者になっちゃったりして他球団からすごく研究されて後半調子を落としてるし、本人が自分は長距離ヒッターじゃないって言ってる割には大きいのを最近狙っちゃってる傾向があるんで、それはもう諦めて一発の気持ちよさはもう忘れて、とにかくフォアボールでも、もうどんな形でも塁に出てほしい。で2番は倉本、もう倉本推しなの で 彼ほど本当にチームに献身的な選手はいないと思うんです。もう練習もすごく熱心だし、他の若手 の見本にもなれるし、で何より好きなのはエラーを恐れずにボールに飛び込むんですよ。他のショート候補の選手はエラーがつくのをつかないように追わないヒットにしてしまう選手がないいる多いような気がするんですけど、彼は最後まで追うのでその姿勢を見てほしい。あとは得点圏で打つチャンスに強さがあり打撃があります。で DH 外、もうぶっちゃけ外の守備は全く信用していないのでもうまず DH に外をしたいっていうところからこのオーダー決めましたごめんなさい外ファンの人でもう4番ロペスは不動です。今シーズン3本満塁本塁打打ってるので、もうチャンスに打ってくれる頼れる4番で、本人も2020年のオリンピックまでは横浜にいたいって言ってるので、もうすごくモチベーションが高いと思うので、もうなんなら球団持ちでファミリーを1年間横浜に置いてもらって、もうファミリーのために活躍する選手なので、もうずっと息子さんにいてほしいです。で5番もうは頑張れ筒香もう2016年がキャリア範囲になるのだけは避けてください。本当にみんなが期待しているのでここで終わるな。本当シーズンオフに子どもたちの少年野球とか高校野球の球数制限についての発言があって、すごく有権向けのパッシングを受けてると思うんです。で彼も日本の4番って言われてるけど、やっぱりまだ20代の男の子なので精神的にきついシーズンなんじゃないかなって、それが成績に表れてるんじゃないかなって、歯がゆいんですけれども、もう心の中では応援してるので、早く名実ともにベイの4番になってほしいです。でまあプーさん怪我してるんですけれども、もうプーさん本当に頼りになる男で、6番プーさんから始まって下位打線が点を入れるっていうのが今シーズンパターンであったので、プーさんには早く復活して、守備もすごくいいんで、今シーズン正直ちょっとどっか故障してるのかなっていう、守備についても打撃についてもすごく心配なんですけど、そういうのを表に出さずに頑張ってくれてる選手なので、本当怪我から復活してほしいです。で大和はセカンドです。いろいろ阪神時代にあったみたいなんですけど、セカンドでやらかしちゃったっていう噂は聞いてるんですけれども、やっぱ大和器用だし、シーズン直前のプロ野球ニュースで、なんで倉本スタメンにしないんだって解説の人たちが 90% の解説の人たちが投票したら、なんか奮起しちゃってチャンスにすごい打つようになっちゃって困っちゃってるんですけど、でも本当前半は大和光で走れるし、
点を入れたところなので678は本当に悔しいけど信頼しているので彼の守備も打撃も頑張ってほしいです。でも光はもう不動の正捕手で1年目はオリックスから来てセリーグのこともよくわからないうちにもういきなりレギュラーにされてすごく大変だったと思うんですけどオフ挟んで今シーズンはすごく落ち着いてやってくれてると思ってで特にやっぱりピッチャーがピンチの時に他の捕手と違う点は必ずピッチャーのところに駆け寄って言葉をかけてあげる一呼吸置いてあげるタイミングがすごくピッチャーに若いピッチャーが多いのでベイスターズはすごくいい流れになってるんじゃないかなと思って光るハグがまた見たいので怪我直して本当日本シリーズまでには出てきてほしいですであと9番ライト桑原です桑も一発の気持ちよさが忘れられないで大振りして空振り三振しちゃうっていうパターンが多くって拓郎さんがベイの桑原とカープの菊池は一発の気持ちよさが忘れられずに停滞してるっておっしゃってたんでトークショーで本当その通りだなと思ったのでもう本当初心に戻ってとにかく塁に出て9番の桑が塁に出れば上里を送れるしそれでもうここで必ず外までに点が入ると思うので桑頑張ってほしいです守備もゴールデングラブ取ってるのでもう本当今ラミちゃんがやってる柴田外のラインは私本当怖いんですだから本当クワが入ってくれればクワとヤマトで固めてくれれば変な失点減ると思うんで亀松最高